おやすみ、しゅんと日本語。皆さん、こんばんは。日本語教師のしゅんです。皆さん、今日はどんな一日でしたか？皆さんの週末はどうでしたか？私は最近新しい車を買いました。クイーンズタウンでは正直あまり車が必要じゃないです。特に私の家はダウンタウンから近いです。歩いて8分しかかかりません。スーパーは家の前にあるので1分で行くことができます。便利ですよね。だから生活のために車は必要じゃないですね。でもまず車を運転するのが恋しかったですね。実はニュージーランドで車を買うのは3回目です。まずは大きい車を買いました。大きい車はいいですね。後ろにベッドもあるので、外で寝ることもできました。でもその時私は元カノと友達と旅行をしていましたから、その車を売って、ベッドがない普通の車を買いました。その車でニュージーランドを南から北まで旅行しました。とても運転しやすい車でしたが、残念ながらオークランドで壊れてしまいました。それからクイーンズタウンに飛行機で来ましたね。そしてその時から今まで車がありませんでした。だから車を運転するのが恋しかったです。あとニュージーランドで車があった方がもっと自由ですね。はい、クイーンズタウンの近くにたくさん綺麗な自然があるので、いろいろな場所に行くことができます。あと、もっと車を使っていろいろなところに行って、YouTube を撮ることもできますね。それはとてもいいです。クイーンズタウンは本当に綺麗な場所ですが、ずっと同じ場所にいると飽きるので、時々別の場所に遊びに行くのは楽しいですね。あと今の私の車は愛着がとてもあります。どうしてかわかりませんが、今までの私の車の中で今の車が一番好きですね。今の車のモデルは1994年のスバルのレガシーという車です。いや、本当に古い車ですね。でもまだたくさん走りますよ。色は緑色です。私はね、緑色が大好きです。特にカーキ色が好きですね。実は私の iPhone と同じ色です。だからこの車を見てすぐ買いました。本当に好きな車なので、毎日運転がとても楽しいですね。いろいろなところに行きました。わなかまで友達に会いに行ったり、クイーンズタウンの近くの町にあるビーチに行ったりしましたね。クイーンズタウンを出て旅行をすることもできますね。
でもまだわかりません。これからのニュージーランドの生活が楽しみですね。はい、今日は車についてたくさん話しました。皆さんは車を持っていますか？どんな車ですか？よかったら寝る前に YouTube のコメントで教えてください。では、皆さんまた次のエピソードで会いましょう。じゃあね。おやすみ。Tonight's words and phrases. 正直 honestly. 特に especially. 売る to sell. 残念ながら unfortunately. 壊れる to break. 自由、free. 飽きる、to get bored of. 愛着、attachment. Thank you so much for listening. If you like this podcast, please be sure to hit the subscribe button before you fall asleep so you won't miss my new episodes. If you would like to listen and practice, I have a transcript on my Patreon page. The link is in the description. And there you will be able to find the transcript for my other podcast, Japanese with Shun, as well. Thank you so much for your support and have a great night. おやすみ。